アジサイ寺とも呼ばれている文豪大野市浅島町の不幸寺をご紹介します。場所は大分県文豪大野市浅島町です。不幸寺に到着するまでの道中も地元浅島町づくり協議会の方々が整備したアジサイロードが続いています。右に歩道、左に階段のある参道があります。足の状態や体調に合わせて歩きやすい方から不幸寺を目指してください。参道は標識に従い民家の脇を通って進みます。階段は落ち葉で覆われていますので足元の悪い日は特にお気をつけください。両側にアジサイの咲く道を進めば不幸寺に到着です。鎌倉時代に創建された不幸寺は高野山真言宗の寺院で、ご本尊は宇宙そのものを表し、あらゆる仏の頂点に立つ大日如来です。境内左には、磨崖仏の文字が、この標識に従って、坂を下ると、不幸寺磨崖仏を見ることができます。また、こちらの不幸寺、毎年6月中旬には、境内を2000株のアジサイが、彩ることでも有名で、アジサイ寺とも呼ばれています。この日も県内外から磨崖仏とアジサイを見に多くの方が訪れていました。アジサイの咲く細い道を通って不幸寺磨崖仏のすぐそばまで行くことができます。不幸寺磨崖仏、およそ
800年前に作られた不幸島骸仏は全国でも最大級の高さ 11.3 メートルの不動明王と、その両脇に二道寺の磨崖仏が岩壁に彫られています。不幸島骸仏の右側には岩壁が彫りくぼめられ、ここでも磨崖仏が彫られている箇所を目視することができます。岩に入ると大日如来を祀った祠があります。急峻な崖や山の斜面にへばりつくように建てられた掛け造り舞台からは、不幸寺とアジサイを見渡すことができます。奥には江戸時代になって作られたという護摩堂があります。不幸寺は山へこもって厳しい修行を行うことで悟りを得ることを目的とする修験の地としても人気があったようです。護摩堂は現在使われていませんので、多くの方がここで引き返してしまうのですが、ぜひとも奥まで見に行っていただきたいと思います。最奥の壁には優に2メートルを超える見事な毘沙門天が刻まれています。こちらの磨崖仏は岩の中にあることから風化も少なく、しっかりとした彫像、よそに独立してあればもっと有名になっていたかもしれません。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメントなど励みになりますのでお願いいたします。